科学的に存在しうるクリーチャー娘の観察日誌、星4。この作家は非常に独特な感性と稀有な価値観を持つ作家であり、その独自性から人を選ぶ。映画ズートピアで肉食動物が何を食っているのかを棚上げにできないタイプの人族であり、その人族がクリーチャーと呼ばれるファンタジーの世界に存在するデミヒューマンが存在する異世界で、デミヒューマン大好きの主人公がデミヒューマンの問題を解決しつつデミヒューマンのハーレム王を目指すというシナリオ。主人公は合理的で科学的な知識がとても多くあるという設定であり、ほぼ中世のような世界に圧倒的な科学知識を使って鉄器時代から分業生産などを改革を行うことで何もない群馬の村を最先端の街に発展したりするというシナリオ。科学的にとついているだけあって魔法は一切存在せず、アラクネのような8本足のあるクリーチャーもちゃんと人間が3人、奇跡的な奇形によってアラクネっぽい容姿になるという設定だったり、アメリカ人が何もないところから鉄を作るみたいなガチマイクラの動画が大好きなだけあって妙に説得力がある。もともと色っぽい漫画を描いていただけあって色っぽいシーンが大量に出てくるので電車内の暇つぶしには使えない。この漫画は作者武士と呼ばれる独特の思想や価値観をたしなむ漫画であり、世間一般的に常識だと言われる現象を疑う作家性を楽しめるので、そういうのが好きならハマる。いわゆるナロー系漫画の中では群を抜いて面白い作品であり、いかに人族全般が洗脳されているのかというのがよくできている漫画。